1月の30日火曜日、時刻は午後6時40分を過ぎました。サントンドライバーです。1月ももうね、明日で終わりですね。この1ヶ月間皆様いかがお過ごしだったんでしょうか。このA ちゃんのトピック、 A ちゃんトピックレディオですけども、まあ今回これが1月5回目ですか。まあ話題のない中ですけども、なんとかね5回、回を重ねることができました。はい、また2月もね、頑張りたいと思います。で今日はですね、まずというか先週の木曜日、これもラジオなんですけども、日本放送の成田昌司さん、元、男組の、彼のラジオにゲストで高橋和也さん、これも元メンバーですね。でこの2人のトークの中で A ちゃんの、話題が出てきましたので、まずはその部分お聞きいただきましょうか。3219どうぞ。はい、千葉宮本さん、 Don't worry baby ツアーに参戦してきました。単独ライブとは違い、会場とステージで一緒に踊ったりタオル投げ、そして和吉さんコーナーは特に盛り上がりました。ラジオで健一さんと庄司くんが和也がすごい、和吉だよととても盛り上がってましたが、和吉とライブで叫んでもいいですか。また和吉タオルのグッズ化の予定はありますか。和ちゃんだよね。でも俺10代からやっぱりさ、矢沢さんずっと大好きで、そうなんだよね。僕らの時代って合宿所でよーく矢沢さんのあのビデオだとかね、見てたよね。あの錦織くんがめちゃくちゃ A ちゃんが好きで、でね、僕もね、初めて A ちゃん知ったのは、知ったっていうか、本当にちゃんと知ったのは、僕ね、昔、小学校6年卒業して、春休みに、当時はね、そのガンダムっていうそのアニメの映画がめちゃくちゃ流行ってて、でそれをね、見たくて、一人で、映画館行って、でもめちゃくちゃ混んでて、やっとこう入れて、でも立ち見だったのね。それぐらいやっぱり人気で、そうだよね。そう、一人で行って、で、映画が始まって、始まったらさ、全然なんか、あれってなんか雰囲気が違うんだよね。でもよく周りを見てもさ、なんかお客さんの層がなんかちょっと違う感じがしてきて、子供ながら、まだまあ12歳か。あれと、ほんで、映画が始まったら、大草原の子からさ、バイクに乗った人がさ、ブワーンとこう、ミッド帽をかぶってさ、そういうあの映像が流れてきて、あれって言って、俺、これまだあの予告なのかなと思ったら、A ちゃんのいい朝ラインドボランっていうのが始まって、俺ね、間違えてそっち入っちゃった。ガンダムだと思ってたら違う方行っちゃって、 A ちゃんのラインドランで、もう小学生だからめちゃくちゃ衝撃、もうそれとインパクトがなんか、でもそれさ、あれちょっと運命的だね。それでうわってなって、そのままもう、見るつもりじゃなかった。ラウンドランを。僕ね、それが本格的な矢沢さんの出会いだったんですよ。小学校6年。まあ中学上がる。それは強烈だね。で、そっから、上京して、ほら、錦織くんが好きだったし、カズヤも好きだったじゃないですか。で、たまたまほら、当時、僕らがいた、合宿場だね。合宿場の建物を同じね。建物に、矢沢さんが、事務所があったんですよ。あったんですよね。僕らより2フロア上に。上にね。で、時々エレベーターとかで一緒になっちゃうわけ。まさかって、でも、あれ、ニット帽、あれって。ね、怖かったよね。いや、もう緊張しちゃうわけですよ。エレベーターの中に矢沢さんがいたりすると。
もう直立不動になってこう、そう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 、もう呼吸止めてたよね。ねいや矢沢さんってほらすごく体格もすごく背高いしガッチリしてるし、ね、で背も高いしスタイルもいいじゃないですか。そうそう、ね、そう今思うとやっぱなんかの縁があってね。でよく和也ともライブね、うん、行きましたよ ね、 武道館、武道館行ったよ ね、 ね、ルイジアナね、うん、ルイジアナ一緒にねトラベリンバス ね、 ね、そう、あのもうとにかく僕らやっぱり神でしたかね、うん、ロックの、そうリスペクトしてるし、だからこれが今出てきちゃったわけですよ。そうなんだね、和吉としてね。だから決してあのなんていうんですか、ふざけた気持ちでやってるんじゃないんです。そうです、ね、真剣にリスペクトしているので、はい、うんうんうん、もう僕のまた次元がねまた別ですよね。そうそう、矢田駅さんと、うん、その高橋和吉さんは似てるんですけどでもやっぱり全然違うタイプですもんね。そうです、そうあのモノマネではないんです、はい、そうそう、本当の高橋和吉オリジナルのね、はい、敬愛を込めてやっております。 T、はい、T 和也、 T 和也そのうちはあのグッズでちょっとねタオル作りたいんですよ。誰が買うんだっていう話でそれで巻きたいもあるタオルだけどさ、それもしさ売り上げが悪かったらさ俺のせいにされるんだからねほら見ろほら見ろ言わんこっちゃねえってなるんだからいや絶対売れると思うんですけどね、はあ、いやいやまああのね、うん、これから成田昭司さんね、高橋和也さんの A ちゃんトークを聞いていただきました。以前そのジャニーズ事務所のね合宿所が原宿にあったという話をされていましたけども、まあ、その前に、成田さんが小学校卒業して春休み、彼、年は1968年の8月生まれということですから僕とまるっきりドンピシャー世代です、同学年ですね。その時に、まあ、間違ってですけども A ちゃんのラン&ラン走れ走れを映画館でね、ご覧になっているというのこれがまあすごいことだなというふうに僕世代からはね思ってしまうんですけども、でその話題とね、そのジャニーズ事務所合宿場でエレベーターで A ちゃんに会ったという話をされていましたけど、ちょうどですね僕先週ですね古いその A ちゃんのビデオ関係ということで NHK 教育テレビ今でいう E テレで、これは1985年かなに放映された青春プレイバックね、プレイバックではなくてプレイバックですね、青春プレイバック、これに A ちゃんが出た時ですね、まあ、あの若き頃に、ね、拠点としていた横浜をね、懐かしい横浜の風景を、まあ、街を歩くということでチャイナタウンですとか山下公園ふ頭あたりですとかね、あと梅光亭ね、訪れておばさんにね懐かしいですまあそういう話をされたり、そんなシーン前半はそんなところで、で後半にですね、この番組で A ちゃんとリポーターというか一緒に撮影同伴されたのが戸川恭子さんですね、もうお亡くなりになられた戸川恭子さんと A ちゃん2人で、まあ横浜を街を歩いた後に僕のね、事務所というか会社に行きましょうということで、そこで、テロップで渋谷と出たのかな、でエレベーターにこう乗ってA ちゃんのその事務所スタジオに行くシーンがありまして、でそこで
今度発売するんだけどということで、横浜二十歳前アルバムのこの中からじゃあね、一曲聴いてくださいということで、シングルカットされる横浜二十歳前を彼女にこう聴かせるというシーンがありましたけど、あそこがその原宿、ね、東京原宿のマンションの A ちゃんは4階だったそうですね。で、ジャニーズ事務所のその合宿所が6階、上の階にこうあったような、そういうふうに、記事を読んだことがあります。これは東山さんだったかな、の記事。はい。それでですね、今日は、今ね、元こうジャニーズ事務所の方のお話が出たんですけど、こう A ちゃん矢沢永吉ファンだよと公言しているジャニーズ系のタレントさんって非常に多いと思いませんか？ということで、僕が知る範囲でちょっと調べてみたので、はい、まあ、一人ずつちょっと紹介していきたいと思います。最後にね、まとめた一覧表は、掲示しますので、そちらでもご確認ください。まず一番、こう、古株としては、トシちゃんですね。1961年生まれ、トシちゃん。で、彼はもう中学1年の時に、地元山梨で、キャロルを見てるそうなんですね。で、ずっと公言されてきて、彼のその2008年のディナーショー、ね、この時にはアンコールの一番最後にバーボン人生を披露したそうですね。そんな逸話が、あります。続いて、ね、同じタノキンのマッチさん、マッチさん1964年の7月19日生まれということで、今年60還暦になるそうです。何やらその還暦になる日7月19日は武道館ね抑えていて、この日に還暦ライブをするそうですね。やっぱりそのあたり A ちゃんをねこうリスペクトしてということなんでしょうね。武道館だそうです。もう彼もね、当初から公言されていて、その人気絶頂期にもう A ちゃんに曲のオファーをしたそうですけども、まあね、丁重にお断りされたという、このエピソードは非常に有名ですね。 A ちゃんファンの方なら結構ご存知の方多いと思います。あと近年ですと、こうラジオの関西のラジオですね、そのな、あのラジオ局の各こうパーソナリティアーティストに、あなたがねこれまで聞いたベストアルバムは、まあ、自分のではなくてベストアルバムは何ですかというこ、ね、質問に対して、マッチさんは、ね、A ちゃんの PM9 と発表、ね、公表されてますね。でそのこうジャニーズ事務所を、ね、要は一番この当時大きくしたのはそのマッチさんのおかげだということらしいですけど、その合宿所の6階で彼がこう一番広い部屋をね与えられていたそうですね。そうみたいです。はい。で、次の世代、まあ、一つ下ですね、1965年生まれの錦織さん。彼もね、もう A ちゃん大好きだというのは、皆さん知るところかと思います。少年、元少年隊ですね。彼も中学時代からもう A ちゃんファンで、夏のプールの時間にはもうね、いい矢沢のタオルをみんながこう持ってきたという、ね、そういう話をされていたことがあります。で、デビュー曲の仮面舞踏会、ね、これはもう A ちゃん絡みで千秋哲也さんに、ね、リスペクトしているということで、千秋哲也さんに詩をオファーしたという、これも有名なお話です。
また一つ下で、66年生まれ、薬丸印ですね。やっくん、渋垣隊の薬丸博秀さんですね。彼も小学校の頃から A ちゃんに憧れていて、夜のヒットスタジオに A ちゃんが生出演、ロサンゼルスから生出演するとき、これは85年でしたかね。横浜二十歳前と、彼女は彼のものかな。She belongs to him を歌ったときですね。衛星中継、生中継で。で、このときスタジオから、古舘さんね、司会はもうこの頃古舘さんだったんですけど、古舘さんがね、スタジオにいるね、渋垣さんのやっくんにね、A ちゃんと話していただきましょうっていうふりをして、で、薬丸さんが、矢田さん渋垣隊って知ってますかっていう、確かそんな質問をしたら、回線がよく聞き取れなかったのか、A ちゃんがはって、ね、返した、そんなシーンが思い出されます。乃木坂にあったカフェで、ね、A ちゃんとばったり遭遇したということもブログで10年ほど前でしょうか、記載されてますね。で、今、ラジオで、ね、聞いていただいた成田昌司さん、高橋和也さん。高橋和也さんは、映画ロックよ、静かに眠れよかな？そうですね。その時に、もう A ちゃんになりきって、ね、オールバックで撮影に挑んだそうです。で、映画、いい矢沢ロックの、川口でのね、上映会、これ A ちゃんは来てないんですけども、増田監督ね、出演されたその上映会に飛び入りで壇上に上がったという話も、残っています。 A ちゃん投稿ね、されたんでしょうね。で、このね、男組ちょうどデビューの頃が、ジャケットなどをね、見ていただくとわかるんですけども、あのキャロルをね、とてもオマージュした、まあリスペクトしてということなんでしょうけども、かなり意識した。で、人数も4人という編成で、で、そのファーストシングル、デビュー曲ですけども、これがですね、作詞家がなんと大津明さんなんですね。大津さんといえば A ちゃんと共犯者、ここで初タッグを組むんですけど、彼らがそのデビューする88年の8月だったかな。で、その一月前に共犯者が出てるんですよ。ね。ですからここは先ほどのね、少年隊の千秋哲也さんね、その辺と戦略としては被るのかなというところがありますね。大津明さんはその後 2枚目3枚目のアルバムまで参加されていたようですね。はい、次の世代、V6 の坂本昌行さんは1971年生まれですね。で、僕はちょっと経緯まではわからないんですけども、彼もファンを公言されていて、2002年の舞台、そのとんかつロックというね、V6 の中の3人の舞台かな。で、この中で I love you OK を歌ったということをね、これもラジオでお話しされてました。木村拓哉さんが、ね、翌年1972年生まれ、スマップのキムタク、もうね、ドラマ BG の最終回で武道館でね、A ちゃんが、登場する、矢沢永吉役として登場する、ね、その SP をされたシーンがありました。もう ね、これは木村さんのオファーだったと聞いております。
あと2018年東京ドームで行われたステイロックかな、この時のこう客席で空からね、降ってきた矢沢ドル札、これをね、確保してそれを財布に入れて常に入れていて、ね、こういうのこれを持ってますというのをこれテレビで披露されてましたね。まあスマップもね、A ちゃんスマスマ出てましたし、まあ木村拓哉さんに限らずいろいろね、A ちゃんと仕事されたことメンバーはありますもんね。あ、中井さんもね、タカさんとやっていたラジオの、テレビ番組で、その時も A ちゃんね、ゲスト出ましたしね。あとは、1977年生まれの松岡昌宏さん、TOKIO ですね。松岡さんといえばもう、ドラマ、ありよさらば、ね、ここで生徒役で、この時、その V6 の井ノ原さんと、TOKIO だった永瀬さん。この3人で出演されたのかな。で、この時のね、一緒に撮影したことがきっかけで、もう彼も熱狂的なファンになって、ね、ドラマ、その後に成り上がりですね、実写版の成り上がりドラマで、ここで A ちゃん役を演じていました。他には、今井翼さん、生田斗真さん、ね、山下智久さん、ね、ヤマピーは二十歳の頃に成り上がりを読んで感動し、ライブへ、足を運んでます。関ジャニの大倉さんも、大倉忠義さん、ね、この方も1985年生まれ、ヤマピーと一緒ですけども、2019年のロックマストゴーオン、この土曜日の公演、代々木のね、土曜日の公演を鑑賞して、そのまま深夜のね、生放送のラジオに出演されて、ね、さっき A ちゃん見てきたんですよ、大興奮でっていう、ね、この下りで20分ぐらい確か A ちゃんの話題をずっとしていた、そんなことがありましたね。最近では、キスマイフッツーの藤ヶ谷さん、1987年生まれだそうです。おととしに1月放映された情熱大陸を見てガチのファンになって、その年の音楽、TBS の音楽の日、2022で、楽屋挨拶で対面してるということです。ざっとね、僕が知る範囲で、公言されている方ですね。公言されている方で以上になりますが、あと、まあ、番外編というか、光源氏の、ね、諸星和美さん、1970年生まれですね。で、彼は中1の時に原宿でスカウトされて、で、そのまま合宿所、ジャニーさんに、合宿所にこう連れて行かれると、エレベーターでばったりね、A ちゃんに遭遇したそうです。あと、その後、ロサンゼルスの、もうこれは何年も経ってからでしょうけど、ロサンゼルスの寿司屋で、A ちゃんとばったり遭遇したという、こういう逸話も持っていらっしゃいますね。はい。やっぱりその合宿所がね、あったこともあって、A ちゃんとこう、接して、まあ影響を受けて、ね、リスペクトする先輩方をこう見てきてるというのもあって、代々こう、ジャニーズ系のタレントに、ね、矢沢永吉ファンが多かったということもあるでしょうし、まあ、最も、ね、10代の頃にそういう合宿所に来て夢見て、まあそういうショービジネスに夢見て入ってきてる中でね、こうすでにサクセスしている矢沢永吉という人物がこうね、キラキラ
していたんでしょうね、彼の中ではね。で、書籍成り上がりなどを読むと、もうエちゃんにハマっていた、そういう感じじゃないでしょうか。そういうことでね、今でもエちゃんのね、ファンの方がこう脈々と、ね、続いているというのは、そのあたりが言えてるんじゃないですかね。はい、ちょっとまとまりが最後なくなりましたけど一応これをね、まとめた表を貼り付けておきますので、ね、ご覧になっていただければと思います。まあ、その人物からね、探し、インターネット等で検索すると、もっと他のね、エピソードが出てくるかもしれませんので、はい、よろしくお願いいたします。今回の、ね、今回これで、ちゃんトピック、まあ、1月分はこれで終わりとなります。はい。ありがとうございました。サントンドライバーでした。